一体どんな組織なのかっていうのを、ジンボさんから。はい。そうですね。あの、い、一番、あの、特徴的なのは、やはり、えー、その、えー、経営の判断のスピードがとても速い会社だということですね。はあ、あまり、あの、そういうふうに意識されてるか、あの方少ないんですけど。イメージはあんまないかもいそうですよね。はい。ファーストリテイリングってそもそも社名からして、ファーストってまさに速いって、はい、なので、あの、直訳すると速い小売りなんですね。 ほう。でも、社名の由来からして、そもそもスピードを意識しているっていう会社なわけですけど、はい、すごく特徴的なのが、えー、月曜日の過ごし方なんですね。ええ、で、月曜日、<え>あの、すごく、こう、午前中が密度が濃くてですね、はい、重要な会議が全て月曜日の午前中に集約されていて、 前週、つまり前の週に全世界の店舗、現場本部で問題になったそういった課題を全部その会議で吸い上げて、はい、その午前中に対策を協議して、はいで、その会議の議事録がその日の午後には全世界に 発信されていて、全世界の現場でその課題の解決にみんなが一斉に動くっていう、それを毎週52週年間ずっと繰り返し続けてる会社なんですね。え、月曜日の午前中にほぼ決まるってことですか、ね、そうです。なので、月曜日の午前中っていうのが一週間の中で圧倒的に一番重要な時間で。えー、で、まあ多分皆さんもご存知だと思うんですけど、即断即決即実行っていう言葉をあの、好んで、え、柳井社長使われまして、はい、これがもう全社員、 えー、アルバイトスタッフまで浸透しておりましてまさに、えー、その場で問題があったらすぐに発見して解決まで、えー とにかくスピードを持ってやるという。こういうカルチャーが大変特徴的な会社です、ね。でも、月曜日の午前中なんてまだ起きてませんよ、ほぼ日曜日の感覚で俺言ってますから。<laughs> 気持ちはわかります。はい。でももう月曜日、だから、本当に月曜日遅れるとですね、はあ、あの、その流れに取り残されると、その前の週にあった問題に対して、今週みんなで何を、え問題意識持って行動すればいいのかってことに逆に取り残されるので、はあ、なので、全アルバイトスタッフまで、その経営の意思決定 会議の議事録が見れるようになってるんです。はい。 そうがすごい強みだと思い、ね、それ結構珍しいことですよね。うん、まあ小売業としては、本当は当たり前にやるべきことなんだと思うんですけど、はい、僕が入社してやっぱ一番驚いたのは、柳井社長も含めて、経営官部って、本来すごく忙しい人たちだと思うんですけど、はい、そういったほとんどの会議に、月曜日、はいえー、柳井社長も含めてみんな全員出席してるんです。はいうん、全員来るんですかそうなんです。で、全員で議論をして、現場の問題に対して取り組むという、その姿勢がもう、 なんか創業からずっと変わらずあるというのが、まあ、今日のユニクロの一つの。こう、厳選なのかなという気はします。日曜日、全然気が気じゃないじゃないですか。<laughs> なんかね、もう確かに、ね。日曜の午後ぐらいから、もう。サザエさん症候群ですよ。サザエさんかかったら、もうちょっと、ね。やばい、やばい、もうスイッチ入れないとってみたいな。<laughs> 感じになるんですよ。もうお二人ともスピードがというアンケートに答える。そうですね。はい、あの、今、まあ、経営のスピードって話ありましたけど、それがこう、やっぱり現場でも。同じように、やっぱスピードが速くてですね。やっぱその経営の方針もすごく。明確に、やっぱり共有されるんですね。はい で、あのー、もうそれが、末端のスタッフまで、あ,るあの、お店のスタッフまでですね、もう分かるぐらいも明確な形で示されると。はあ、で、あとそもそも、あの、商売のこう原理原則だったり、ユニクロのその価値観基準みたいなものも、そもそもあの、ものすごく分かりやすく共有されてるので、うん、もうそれを見て、もうあの、店舗、あとスタッフも含めて、もうすぐ自発的に動けるっていう風になってるので、はあ、もう本当に、月曜日に、 方針、まあ、軽判断がされて、もう月曜日からも現場も動いてるっていう、はい。あ、月曜日から火曜日とかじゃなく、はい、そうですね、はい。全世界。そうですね、はい。そういうぐらいのスピード感で動いてるっていう。はあ。はい。なるほど。今西さんどうしや本当にそうで。だから我々はど、まあ、完全に現場にいたんで。はい。もう月曜日の午後から勝負ですよね。もう方針が出た。はい。で、変えなきゃいけない。やばいやばいもう明日の朝までに絶対にこの売り場のレイアウトを、この方針の通りに、 今までこういう方向だったの、左側の方向だったけど、やっぱり課題解決するためには右だってなったら、もう一気に右に変えるっていう。<ー>ここのパワーがむちゃくちゃいるというか、<ー>なんですけど、もう全国の、当時私いた時850店舗ぐらい、あの国内にあったんですけど、その850店舗の店長とか現場のアルバイトスタッフ含め、全員そっちにバーって向くんですよね。このスピード感はもうちょっと異常で、<ー>やっぱりこう自分で経営するようになってから、 これがいかに、もとんでもないスピード感だったっていうことが、まあ分かりましたし、あと私、前職がその日立にいたんで、やっぱここの時間の流れるスピード感は、もう天と地ぐらいちょっと違う感覚があります。はいはい、現場サイドとしてはですね。はい、日立はどっちかというと中長期で大きなことをやっていくっていう時間軸ですけど、はい、私、まあ入ってみて一番驚いたのはその、1日、あるいは数時間、数分単位で、この現場でこう改善をしていくみたいな。はあ、出世のスピードも。あ、 まさにまさに。まさにね、あの、ジンボさんなんかそうですけど、ひたにいたらやっぱりこう、6年で、えっと、中途入社した人が、平社員の、 ポジションで入ってからやっぱ役員になるって絶対考えられないんで、はい、まあ優秀な人とか結果を出した人はどんどん投用していくっていうこのスピード感も、うん、圧倒的だと思いますということでございましてもあとどんな人材が集まっているのかっていうのをまた神保さんにお伺いしたいんですけどもすごく私が入った時おそらく今西さんもそうだったと思うんですけど、えー、中途の方で言うと次世代リーダー採用っていうのにかなり力を入れておりまして<う>え20代30代の若手であの他の企業で、えー、こう 頑張っていた人間をとにかく若い人にチャンスを与えるという触れ込みであのたくさん集めて採用していた時期がありまして、うん、あの僕らはそこで入ったタイミングだとい,い,、はい、いわゆる洋服屋さんっていう商売のイメージだとなかなか社員に出くわさないような肩毛の方がたくさんいらっしゃって、はい、先ほど大室先生からもご紹介ありましたけれどまあこの番組の特集されたマッキンゼー出身の方とかそれこそ P&G であったり、はい、えナイキさんであったり、はい あとは、大手総合商社の方々、はあえー、メガバンク出身の方々、な,なんとなくこう洋服屋で働いている人のイメージとはちょっと違う。本来だと相性悪そうですよね。<laughs> それこそここ丸の内近辺で働いてそうな、はい、そういう外資系コンサルティングファーム出身の方とか、えー、そういった重工頂戴産業出身の方をかなりたくさん集めていたので、 なんていうんですかね、年功序列が当たり前の日本企業に当時は、あの、かなりユニークなポジションを取られて、はあえー、人材採用に力を入れていたなという、そういう記憶がすごく強く残ってますね。へあんまりアパレルというか。まあ、アパレルって、まあ他の業界から比べると平均年収あんまり高くないんですよ。はあはあ、ただやっぱ商社の人が来ても、P&G の人が来ても、まあもしかしたら下がる人もいるかもしれませんけど、うん、まあ競り負けないぐらいの額出してるんですよ。はあ あ、それデニム。なるほど。だから来るわけです、ね、だからまあ、だから来るし、だからこそ、まあ、まあ、卵が先か鶏が先かですから、まあ、難しいですけどね。ああアパレルがみんな出したらああなるかって言ったらわかんないですけど。ああ、まあ、そうですし、いや、服のことわかんのとかって、そういうようなそう。そうなんですよ。だ,だから、あと、僕の勝手な印象ですけど、はい、ファッションが好きな人っているんですかね。なるほど <laughs> あ,あの、<laughs> あの、いますたくさんいらっしゃいますあの、別に、えー、何かこの経営経営している会社かというとそうではなく、えー、みんなやはり、えー、いろんな、えー、よく社内で言われてましたけど、いろんなブランドの良い,い服をみんな着て、うん、いわゆる本物のオーセンティックな洋服を着る経験がなければ、 いわゆる、えー、カジュアルな、えー、国民に刺さるようなそういう服の価値もわからないだろうという観点があったので、はい、そういう意味では結構お給料をあの洋服にかなり投資して自分で洋服の勉強を着こなしから勉強されてる社員もあのかなり多くいいらっしゃいました、ね、僕のイメージアバレルだったらデザイナーの人がなんか結構厳しくて言うこと聞かないみたいなイメージあるんですけど。 そういうところでもないな、感じです間違いますよね。うん、あの、ま、柳さん自身がすごくおしゃれなので、<ー>まず、えっ、ー、と、誰よりも洋服にやっぱ詳しいのが社長であるっていうのを私は知ってるので、<ー>なんか従業員もみんな、そういう意味では、洋服好きの方は結構いらっしゃいましたね。あさあ、続いて、テーマさんです。心に火を灯せ、ファストリーの人材投資ということで、はい。 人材投資、これ面白そうですね。神保さんお願いいたします。もうこれも上げたらキリがないんですけど、とても人の育成というものに力を入れてまして、ああまあ今日は大きく4つぐらい。<laughs> 全世界会議って何すかこれこれをやってる日本企業はほぼいないんじゃないかなと思うんですけど、ああ <laughs> 本当に、えー、一泊二日、えー、ある国際会議場を本当に貸し切ってですね、はい、世界中から、えー、これは、ま、オンラインでの参加も含めると、本当に、8000名規模の、えー、経営幹部、店長、えー、本部社員、あとは、えー、アルバイトスタッフも、えー、<あ>抜擢されて参加できるんですよ。あ、参加できるんですかでそれを、あの、いわゆる10年に1回とか5年に1回ではなく、はい、半年に1回。やばいよ。年に2回やってるんです。やばいですって。多すぎますって。 多分コストで言うと本当にうん円が一日で飛ぶようなあの会議で、まあ一応その会議の責任者をやっていたんです嘘でしょあの、これはもうすごくてですね、その街中のホテルをまず全部ユニクロで貸し切ることから始めるんですね。<う>全世界からそれだけの数千人の人が来てしまうので。自腹じゃないですよね。旅費は。もちろん全部会社持ちです。であ、あるタイミングでちょっといろんな事情があって、この FR コンベンションというのを、ファーストリテイリングコンベンションというのを、 ちょっと、このタイミングはスキップしようかっていう話が一旦経営会議で議題になった時も、もう柳井さんがもうとにかく、あれはもう全社で最も重要なイベントの一つだと。で、あれをなくしてしまったら会社の方向性がもう変わってしまうし、ブレるし、直接やっぱ現場の人たちに経営幹部と一致、このほんと車座になって、みんなで議論するってのあの場がなければうちではないと。 いうことで絶対にやるんだとだ普通だったらすごいコストかかるじゃないですか。ですね。だから何かちょっとわからないです。業績が悪くなったら、あ、そこはもう今年はやめときましょうって言っちゃうところを。 もうやらないと意味ないと。うん、で、このやっぱ会議の、えー、様子、その話した内容も含めて、また瞬時に、えーえー、全世界に、この半年はこの方向で行くぞっていうことがこうシェアされるので、まあ、極めてあの、ファーストリテイリングさんを象徴するような、えー、教育イベントでしたね。なるほど。もう1個目ですごいですね。今西さん、この、リジョーナル社員投与っていうの。あ これは。そうですね。ですか、<の>これは。実際、あの、現場でお店回してるのって正社員というよりかは、もうこのリージョナル社員と、あとアルバイトスタッフっていう感覚がありました、私が。はい,はい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 。そのぐらい、あの、やっぱりその、いわゆるこう、アルバイトスタッフさんとかでも正社員、えっ、ー、と、投与とか、パートさんとかでも正社員投与みたいなところのキャリアステップが、あの、見込めるので、 えっと、業務のその磨き込みとか、その、新しいこうチャレンジみたいなことをどんどん、えっ、ー、と、非正規の方がやっていくんですよね。はいはいはい。なので、でもとんでもなく強いんですよ。もう経験を積んでいくわけですね。そうなんです、そうなんです。はい、もう、なので、新卒で入って僕みたいに中途で現場バーンって送り込まれると、 もう、とにかくリージョナル社員の方とかに業務を教えてもらって、えっと、なんとか立ち上げてもらうみたいな、あの、ぐらいお店を実質的に回している人を、もう現場のそのキャリアステップとして作り出しているっていうのが、はあ、やっぱりユニクロの強さなんじゃないかなというふうに思います。面、はあ、白いですね。さあ、続いて、前田さん。こちら、スポンサー制度。私自身は、あの、スポンサーを、 ちょっとやる機会はなかったんですけれども、やっぱりその本部とやっぱりお店が、あの、きちんと、あの、まあ、連動して、特にお店のですね、あの、課題を解決するっていうことは、あの、本部の社員がやるっていうですね、まあ、そういう、あの、まあ、人材の教育制度だったんですけれども、本部の社員っていうのは、やっぱお店の課題を、やっぱり解決するのが仕事だっていう位置づけで考えられていたので、やっぱり自分自ら、やっぱりその、えっ、ー、と、店長だったり、その担当の、えっと、 お店に出向いて話を聞いたり現場を見て本部の人間として、えー、とユニクロの社員として解決するっていうところをやっぱり積極的にやるフードっていうのは、うん、は,はい確立されてました<ー>総合職いわゆる幹部候補生って要するに、まあはい、キャリア官僚みたいなもんじゃないですか、はい、そうすると転勤が多いんですよねユニクロなんかグローブ、はいまあ、リージョナルっていうか地域限定ってことですよねうん、うん、転勤はないんだけれども優秀なアルバイトとかいっぱいいるんですよ、はい そういう人をちゃんと社員にしてってことですよ。はあ、すごいな。大事なんですね。やっぱ人材っていうのはもう本当に。そしてこのジムス二つ目はこれは何ですか店舗課題。そうですね。あの、はい、なんか略して TKD なんて言ってたんですけど、店舗課題解決。TKO じゃなくてよかった。<laughs> <laughs> ダイレクトミーティングっていうものですけど、あまあ今の話ともすごく関連性があるんですけど、